こんにちは。こんにちは。わらびボイスです。はい。わらびず、いよいよ12月ということで、今年最後の出張食育ロックコンサートが、今週末にあります。おう。どこでやるんですか？12月9日、千葉県佐倉市、とある NPO 法人様の忘年会にて、出張食育ロックコンサートを開催いたします。はい。忘年会です。忘年会なんだ。クリスマスソング別にいらないのか。いらないです。いつも通り、はい、やりたいと思います。はい、老若男女の方がいるそうですよ。おちびっこからお年寄り。いいですね。ノリのいい大人が待ってると。うん。何やろ。必ず盛り上がります。そして、12月10日が今年最後、小島マルシェ。はい。去年も出ました、江戸川区、小島2丁目団地。おですね。西葛西になります。はい。で、これの、歳末イベント。うん。まあ、商店街のイベントですね、団地の。に出ます。はい。今年最後は路上というか、屋外で閉めると。はい。あったかいといいなぁ。あったかいといいなぁ。ですね。はい。見どころ。はい。見どころはですね、9日の方は、まあ、一般の方は見られないんですが、うん、10日の方はですね、誰でもご観覧していただけます。そうですね、12月10日、はい、日曜日ですね、時間が午後1時半です。はい。20分ほどやりますんでね、今年の最後の雄姿を目に焼き付けに来てください。はい。そして2017年はこれで終わりますが、2018年、はい、何の予定もないですどうしましょう。これ意外にですね、何もまだ決まってないと思う。そうですね、なんかありそうなんですけど、まだ決まってないんですよね。うん、あれどういうことですか。まあうん、すなわちここで言いたいことはですね、行きます、呼んでください呼んでください、お願いします。我々にできることはですね、はい、食育ですね。そうですね、楽しいロックのコンサートをまあエンジョイするだけで、うん、食育に親しめると、食に親しめるという硬い柔らかいのと硬いのが一緒になってるのが腕です、はいはい、このお子さん、まあ親子コンサートが一応うちの売りですね、はい、親子で楽しめますんで、あの親子イベントやなんやかんやありましたら、ぜひわらびずにお声掛けください。はい、ぜひぜひ。企業様は来年から、うん、料金改定で倍になりますが、ふぅーうふぅーふぅー、お母さん方の父母会様、はい、などの、ご用命はですね、料金据え置き5万円で、そうですね、5万円から、受けたまっております。交通費、別途。お世話になっておりますからね。はい、ありがとうございます。はい、ただし、まあもちろん、ご予算に合わせて、勉強しますせー。勉強しますせー。まあちょっと足んないなっていう時でもね、はい、ちょっと相談していただけば、勉強します。はい。というわけで、2018年、呼んでください。我々結構すごいんで、子供たち 100% 盛り上げますんで。ですね。そして 99% 雨降りません、はい。雨降っても開催します。はい。すごいでしょ。今年全勝でしたね、結局。そうだね。全勝です。なんだかんだで。全勝です。はい。雨降っても開催できる場所だったら勝ちですからね。なので2018年ぜひ我々を呼んでみて、子供たちと一緒に食への興味関心を引いていただければなと思っています。はい、はい、宣伝でした。3歳から楽しめる食べ物ロックを歌うワナビーズです。画面の下にあるチャンネル登録ボタンを押してチャンネル登録してね。